新田の翔です。元気が出る大チャンネル、大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今日は群馬県太田市にあります新田の翔観山亭さんにやってきました。今日はこれからここでディナーショーがあるんですが、いつもお世話になっているこのお店は和風建築の歴史のある新田義貞を意識した歴史のあるお切り込みの発祥の地でもありますね。美味しいお料理をたくさん提供される有名なお店なんですが、今日はここでディナーショーがあります。今日は来年の2022年のカレンダーの撮影もしたいと思っておりまして、そんな撮影の風景も見ていただきながらステージの方を楽しんでいただけたらと思います。密着動向付き合ってください。おはようございます。お世話になります。お世話になります。これですね、お切り込み。そして観山荘、今日ここでステージです。よいしょ、すごい。おはようございます。お世話になります。お世話になります。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵。ここが楽屋になります。素敵なね、客室の、いや、いいですね。ありがとうございます。ご紹介します。新田の翔観山亭の社長、須永正史さん、そして奥様の美恵子さんです。お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この須永さんの社長さんと、この後ろの観山像がもう瓜二つ。もう最近ちょっと痩せられてね、観山のこのお腹のとかちょっと薄くなりましたけど、もう本当に、今日お世話になります。よろしくお願いします。よろしくどうぞ、今日は。いつもたくさんの群馬県のファンの皆さんとね、楽しくやらせていただいて、本当に。提供していただきまして感謝したいです。よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。これから冬を迎えるんですけど、なんかメニューの変更とかあるんですか？まあ、柿とかね。柿とか、やっぱりこの季節ものですね。いろいろなね、山菜もいっぱい出てきますもんね。いいですよね。はい。皆さんぜひ遊びに来てください。とってもいいとこです。これなんて書いてあるんですか？名言なんですよ。はい。観君、さらに尽くせ、一杯の酒という書いてあります。はい、書いてありますね。これはまあ日本語に訳すると、ね、はい、半分ですから、はい、いや君にねもう一杯ぐぐっと、まあ、はい、はい、さらにもう一杯ずっと、うん、いいですね、やってくれよという、はい、もてなしの思いなんですね。一杯進めてるんだろうですね。なるほど、そういうことなんですね。わあ、素敵だな。楽屋にお料理を用意していただきました。じゃーん、あみちゃん、それね、ソースカツの、はい、とこれがお切り込みね、名物のお切り込み味噌。自分はね、今日ちょっと馬辛のね、じゃーん、もつ煮が入ってるやつ、お、ね、これちょっと作ってもらいました。楽しみです。幅にしたら5センチぐらいあるよね、うん、ねえ、すごいよね、太いよね。おいしい。1本食べたら口の中からバーッとこう広がっていく感じね。コシがあってね、噛み応えがしっかりしててね、食べた気がするんだよ。やっぱこれおいしいわ。このね、旨辛のね、こう味噌にねピリッとしてる感じがね、すごくおいしいしね。もう季節のね、こういうね、ナスも染みてる。おいしい。これすごいわ。里芋いきます。柔らかい、とろける。これすんごい時間かけて煮込んである感じがする。これおいしいわ。あとかぼちゃ、いくよ。すごい、俺もうとろとろだよ。これ見て、柔らかい、すごい甘くてね、かぼちゃの味がしっかりとこう凝縮してる感じ。あ、もつ煮すごい染みてる。これはいいや、パワーつくわ。うん、最高。エビフライ用意してもらいました。やっぱね、群馬県は海がないからね、エビフライよくわかんないけど、いただきます。あ、いいよこれ、すごい太い大エビだね。すごいよこれな。本当に田中さんはいろんな料理のメニューがいっぱいあってね、最高です。おいしい。今からカレンダーの撮影に入ります。ちょうど後ろがね、こんないい雰囲気のところで、ここで今日は撮りたいと思います。じゃあよろしくね。いきます。はい、かっこよくそっけよ。はい、はい、笑って、はい、はい、笑って、はい、あ、いいよいいよ。なんか怪しいな、それ。はい、どう見せて、はい、いい感じ、いいですね。まあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、この雰囲気いいね。あ、いいですね。あ、この場所もいいよね。あ、いい、観山亭で撮らせてもらってよかった。いい感じ、いい感じ、ね、はい、いいものができると思います。みんな買ってね。
え、今度は浴衣シーです。はい、はいですね、はいですね、はい、よし、はい、オッケー、はい、はい、オッケー、オッケーです。おはようございます、シャノレスです。今日もお越しいただきましてありがとうございます。盛り上がってます。忘れられないあの子に似てる、揺れる眼差しは知ってる、見つめられたらあっちっちゃい森の扉が鳴るし、シェキシェキシェキ、俺たちの意味があるのに、ガラミナーの中を知り、改めましてクラウンレコードの北川大輔です。皆様こんばんは。そしてただいま、久しぶりにおじさん寄せていただきました。新田の塩寒山亭様のステージでございまして、楽しみに来させていただきました。まあ、コロナという中でやっと緊急事態宣言が明けて、まあ、まだまだこれから長い旅の途中かもしれませんが、でも少しずつ緩くなってきた感じの中、皆様に勇気を持っていただいてご参加いただいたことを深く感謝をいたします。この通りです。おめでとうございます。まあ、健康は2つあるそうで、1つは体、1つは心、両方ともは健康じゃないとやっぱりダメなんですね。で、まあ、正直な話、健康ね、体だけの話であれば、まあ、家に閉じこもってても、まあ、別に何でもないかもしれませんが、でも心はそうはいかず、やっぱり人に会って話をしたり笑ったり、そういうことがすごく大事なことではありますよね。ですから今日はですね、楽しく、ね、決められている時間の中ではありますが、楽しい時間を共にいい思い出の1ページができるように、そしてまた、ね、コロナと戦うという元気を今日は蓄えてもらいながら帰っていただけたらなと思っております。よろしくお付き合いをお願いします。一人じゃないよ、二人だよ、どなたがいる、涙拭いた明日は泣くじゃないよ、なぜかこの歌、なぜかこの歌、前らしい目が明日に夢をかけました。それなのに、それなのに、所詮私は愛に泣く女、さすらう街で友よ笑顔で見ているか、友よ笑顔で見ているか、曲は奈良子って言ったんですけど、今日いらっしゃるお客様で奈良子さんいらっしゃるんですか？ほとんどですね。そうですか。独身の方どのくらいいらっしゃるんですか？20代の人。はい、聞かなきゃよかったですね。はい、それでは歌います。奈良子、聴いてください。美人じゃないのになんで自分のお金を守りたい。奈良子、どこにいるんだ？俺は待ってるぜ、
無事にディナーショー終わりました。とっても盛り上がりました。楽しかったです。もう皆さん本当に優しく迎えていただいて盛り上がりました。楽しかったです。皆さんぜひ上州群馬県にお越しの節はぜひこの寒山亭お切り込み食べに来てくださいね。美味しかったです。今日最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。